人気種なんで、もう早速出していきます。強豪だし、顎の力も強いし、例えば一生 YouTube をすると仮定して、はい、どうもこんにちは、三森です。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが愚子日輪刀くんです。いや、愚子剣か。うわ、2回目だ、同じ過ちしちゃったな。日輪刀？鬼滅の刃の。いや、なんでないよ。いや、剣の字が違うじゃないですか。あ、そうかそうか、ごめんごめん。愚子剣の剣はなんだっけ。別のやつ考えてたけど忘れちゃいました。いやいや、違う違う。そう、既存のやつが分かんないから多分その僕の剣の字の左側に魚つけたら、なんかの魚の名前だった。あ、カツオか。あ、じゃあカツオの右のやつですよ、僕の。あ、いやいや、なんかカツオの右のやつだと中島の可能性も出てくるけどこれ、一回間違って八幡さんに言っちゃって、まあ、具志堅がカメラマンしてくれてると思ってて、それが勘違いで日輪刀一回言ったんだけど、どうしても本人にも言いたくて、本人にも言いたくてって、なんか確信犯感出るけど、そんなことないけど、ごめんごめん。間違いに来てるじゃないですか。いや、全然全然、とりあえず具志堅、はい、よろしくね。お願いします。伝説作っていこう。なんなんだそれ。オッケー。割り出しをやっていこうと思います。はい、ありがとうございます。拍手ありがとうございます。セルフでしたけどいや、わかんないから、見てる方ももしかしたらね。そこの君もありがとうね。佐藤君もありがとうね。いるかもしれないですけど。お手洗い君もありがとう。いや、いないだろ。いや、いるって、いるから、なんか数少ないみたいな。ささくれまことくん、ありがとうね。ささくれまこといないだろ。人気種なんで、もう早速出していきます。はい、今回割り出すのがこちらです。はい、こちら、スマトラオヒラタですね。な、まあ聞いたことあります。めちゃくちゃかっこいい。まあせっかくだし、今回生態も見せましょうか。あー、お願いします。はい、オスがこちらです。はい、こちら。怖っ。怖いよね、もはやスマトラオヒラタ、これが。あ、ちょっと待って、怖いよ。なんで手に出しちゃったんだろう。凶暴だし、顎の力も強いし。これ100ミリ、10センチですね。ここの幅も36あって、結構太い。もっと太いのもいるけど、俺からしたらめちゃくちゃ太い。はい、こいつがオス、親ですね、お父さんのやつを割り出してくんで、めちゃくちゃ凶暴だからね。太いよね、マジで。俺の実家の近くの港で取れたタチウオぐらいの太さある。まあ、2本ぐらい。俺らの地域はちっちゃいやつが結構取れたやつで、3本ぐらいからだいぶ立派だけどね。4本とかもバケモン、8本とかもいるらしい。そう、ドラゴンって呼ばれてるらしい。なんで今日はタチウオの最初もうダメです。もうやめてください今絶対噛む間だったもんなごめんなさい、親によく噛めと言われてますので。いやいや、噛む意味が違うでしょ。ありがとう。懐かしい。すごい、グータッチを何があったんだ。じゃあそろそろ行きましょうか。これ、まあね、まあ、1ヶ月ぐらい、これ4月9日なんですけど、はい、その、メスを入れたのが、まあ、1週間ぐらい同居させて、ここにメスだけ入れて、そこから1ヶ月弱かな、1ヶ月弱メスを入れた後、メスを取り除いて2ヶ月か、ちょうど2ヶ月ですね。はい、なんでまあ幼虫はだいぶ大きくなってるかなと。ただまあ数はね、そんな取れてないんじゃないかなと思うんですけど、まあとりあえず、まあ何セットか組んでるんで、まあ、10いてくれればいいかなっていう感じです。はい、じゃあちょっと一回この産卵器を溶かします。これで、ひっくり返していきますけども、まあ幼虫が、いる可能性の方が高いので、はい、こちら使っていきます。小分けにできるケース。買いました？買った、これに変えた。こっちの方がすごい勝手が良くて、幼虫入れて、まあちょっとだけ土入れとけば、まあ一旦こう禁止瓶入れる前とか、ここに多少だけど落ち着いてくれるというか、その外気が当たんないからね、っていうのもあるし、これもう何よりそのスマートでたくさん入るし、もう小型のパソコンみたいな感じで、そう、これもう100均で売ってるんで、そう、しかもこれももう30とか、ここの区切りがちょっと少ないやつとかも売ってたりあるから、10とか20、30みたいな感じで、これぜひおすすめなんで。そしてまあ幼虫、まあ多分ね、もう手でいけるかなと思うんだけど、一応、はい、このシリコン製のピンセット、これもすごい便利なんで、
初例の指で触るの怖いようなちっちゃいやつとか卵はこれでもう簡単につまめるんで、めちゃくちゃ柔らかいから、そう幼虫を傷つけることが少ないやつ、これ使います。まあそういうなんか備品のやつは概要欄に載せれるやつ載せてるんで、よかったら見てください。よし、じゃあ行きましょう。はい、はい、さあ、あ、まあ、いるはいるね。やっぱここら辺側面とか上の方とかね、3匹はいるね、とりあえず。いや、ちょっと増やそうかな、じゃあ目標3匹いるなら。いや、聞いてないよ、最初。いやいや、10って言ったって、俺ちょっとそう、それも自分の意思で聞いてないだけだって。やめてよ。絶対言ってないと思うけど。いや、言ってる、言ってる。どうかな、言った。10って言ったんだけど、一応言ってなかったら10だと思ってたんですけど、5000に変えます。いや、無理だろ。いや、わかんないから。素人でもそれはわかるわ。5000、こっちから見よう。あ、いた、うん、あ、いいね。とりあえず3匹いますね。あとは何匹いるか。さあ、ここはありますね。一旦上のやつから。いいね、この、はい、無事1匹目。はい、こんなのがさっきのオスになるんだよ。考えらんないよね。いやー、すごいな。ね、うんち付きです。運がありそうですね。うんち、うんちだけに。うんち、なんで連呼するんですか。うんちだけに。はい、立派。もうでかいっすね。もう2例ですね。はい、あ、うんち出てきた。うん、いいですね。と、ここか。3匹目。これぐらいだったら僕は手で行ったりします。でも今割った感じ、そいつら以外いないんじゃないかぐらい静かだね。宮崎の人口密度ぐらいだな、なんて言っちゃって。あんまピンとこなかった。ああ、まあそうだよな、宮崎県民しかわかんないもんね、実際人口密度。いや、これそんな感じの可能性あるな。外から見たらいい感じでしたけどね。ねえ、側面にしかいないパターンか。もうちょっと水分多くてよかったかもね。意外と乾燥しちゃってますね。おー、よかった、4匹目。4匹目。いや、いいよ、俺が4匹って言ったの。元気でよかった。あれぐらいのサイズがね、いてくれたら一番嬉しいけどね。4匹目ぐらいの、4匹目と1匹目ぐらいの、まだ全然育ち盛りも盛りだから。ああ、うわ、なんかゆっくりだな、なんかほのぼのとしてるね。うわ、いないな。ちょっとつなぎみたいな感じになっちゃって申し訳ないけど、具志堅が休日教えてよ。やっぱ寝るの好きなの、そもそも。あ、でもインスタ始めました。え、今自粛中に。あー、なるほどね、はい、インスタってなんか外の写真載せるイメージだけど。まあでもそうか、時間あるからみたいな。なんか撮ってて、うん、あ、いました、一旦待って、具志堅撮ってる、これ撮ってる。撮ってます。これインスタ上げてね。いやいや、まあどうせなら成虫の方がいい。かわいそう。告知もするし、かわいそうに。いずれ撮ります。あんな、まあでもその反骨精神で大きくなれよ。ごめんごめん、よかったよかった。で、撮っててインスタカメラに撮ってて、うん、であんまツイッターは告知しかしないんで、うん、でなんかスマホゲームも4、5年ぶりぐらいに始めて、うん、おー、アップルプロ野球。暇だもんね。そうっすね、ちょっとあんまりやることなくて、うん、で、まあそのついでに、ついでというかインスタグラム始めて、うん、まあいい機会だしね。全く知らない外国人からいっぱいフォローする。え、やっぱベトナム人のモノマネしてたから。いやいや、その写真は載っけてないです。まあでもなんかスカイツリーのなんか動画、うん、ただスカイツリーを映す15秒ぐらいの動画とか。あ、え、具志堅行ったことあるの、スカイツリー。あります、あります。浅草になんか行くんですよ、うん、漫才協会。あ、そうかそうか。あ、おお、ありがとう。漫才協会入れるかな。無理だよ。俺の言うのもいいんですけど。そうか、具志堅漫才協会入ったもんね、晴れ組織。劇場の屋上があって、うん、そこからなんかすげえ綺麗に見えるんですよ。あ、そうなんだ。まあ確かに浅草だとそうか。とか、なんかまあ普通に公園行った時に木とか撮るんですよ。うん、木とか空。おお、具志堅が。うん、それは元からインスタとか関係だし。そうです、そうです。あ、そんなんあったんだ。快晴の日とか。
あ、言ってよ、そんな。いや、言わないで。言ってくれたら。別に何にもこだわってないですよ。ただ、いい感じの天気だなって思ったら、本当に2秒ぐらいで。iPhone のカメラで。なんならもう歩きながら撮ってて。あ、そうなんだ。2、3歩ぐらい。そう、画角とか気にせず。そうそうそう。で、溜めてるやつをなんか今、ちょこちょこ。あ、あげてて。そんなんあったんだ。俺も結構空とか撮るの好きだったからさ。ああ、まあいいですよ、ね、その学生の頃とか夕日とか。ああ、はい、デコログにあげてたもん。デコログ、デコメールブログみたいな。デコレーションブログかな。そう、地方で流行ったやつかもしれないけど。懐かしいな。うん、まあでもそんな懐かしい話してたらあっという間に終わりました。目標2だったんですけど、それはそれでダメでしょ。ブリーダーとして。まあでも結果、はい、6頭取れました。3倍取れました。10が5000って言ってたでしょ。よかったよかった。ちょっと6頭少なかったですね。うん、まあ終わった感じでちょっと、うん、まあそうですね。まあでも実はこれね、結構短いスパンでオスとメスかけてて、はい、これ4メスかけてるんですよ、この。そう、それも本当1週間入れて2日ぐらい休ませて2匹目入れてみたいな感じで、ちょっと過酷な感じだったんで、もしかしたらそこも原因の一つかもしれないですね。最初、ちなみに最初のスマトラの、だからこれの1メス目の子は、いやまあでも1メス目の子が16頭ぐらい、16から20頭ぐらいだったんで、まあ、そう考えたらそういうその、まあ、精子のが溜まる溜まってないとかもしかしたらあるかもしれないっていう言い訳の可能性もたくさんある。幼虫は少なかったですけど、言い訳はたくさん、言い訳はたくさんあります。ちなみにこれ得意ですもんね。いや得意ってやめてよ。そんな思ってたんだ、そうやって。ひどいよな、みんな。みんなそうやって言う。冗談ですよ。下段じゃなくて、いや上下じゃないですよ。あ、違う、ありがとう。本当にちょっとへこんでる。いや、そう難しいよね。いやでもね、いや803とかやっぱ少ないとめちゃくちゃ笑ってくるから、もしかして今笑ってるかもしれない。結構近いし、家その時だけ目覚めるらしいからね、人が不幸になってるところを見たら。ちょっと少なかったですけど、まあまあまあブリードする分には十分な数取れたので、はいはい、引き続きちょっと、まあ、この子たちも、まあ、禁止瓶に入れて、 DDA さんの禁止瓶があるんですけど、それに入れて、まあ、また多分まあ来年かな。メスは結構早くて5ヶ月半年ぐらいで成虫になったりするんですけど、オスはもうやっぱ1年弱、1年強かかるんで、まあそれまた大きい、まあ、この子よりも大きい大人になってくれるように、まあ、幼虫たちもしっかり飼育できるように頑張りますんで、引き続き、まあ、スマトラすごいかっこいい種類なんで、ちょっと楽しみにしていただければと思います。でまだ産卵セット解体してないやつもいるんで、もしかしたらこれ以降また動画上がるかもしれないですけども、そちらの方では6以上はとりあえず取れたらいいなと思ってますんで、気にかけて見てもらえればと思います。はい、最後具志堅どうでした今日は。いやいや、まあ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 数は少なかったですけど、うん、でもあんなね、その小さい言いましたね、うん、幼虫が。まあそうね、いずれまだオスかメスかわかんないですよね。うん、まだわかんない。それに考えるってなったら、まあそれなりに難しいのかなっていう。うん、あんなでっかいのが銃とか取れるんですか。あ、いやそう取れるけど、ちょありがとうね、なんか頑張ってフォローしようとしてくれて。いやまあ、ありますよ。しみるな、味噌汁みたいなコメントだった。めちゃくちゃ優しさがあるわ。具志堅のこと今度から実家って呼ぶわ。いやどういうことなの。質問コーナーです。坂田です、お願いします。お願いします。はい、ということで、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、はい、最後まで見てくれてありがとうございます。これの前の動画ね。あの始まるんかと思って急に終わったからびっくりした。えっと、こっからは質問コーナーなの。あ、そういうことですね、はい、じゃあ、お願いします。湯森さん、はい、グラント白兜とかブリードする予定ありますか。なるほど、グラント白兜はやってて、動画もちょくちょく上げてます。もうすでにやってるんですね、うん、やってます。で、だから去年だから成虫の結構やってんじゃないか、交尾のやつとか産卵セットもやって、はいはい、多分割り出しもしてると思います、幼虫の。おー、うん、で、以降は上げてないかな、成長過程は幼虫の。
え、それってもう結構最初から飼ってたんですか、三森さん。そう、もともと飼ってて、まあでも一回やめてブリード、はいはい、その種類多くなりすぎたから、はい、っていうのでやめたけど、やっぱもう動画をするにあたってどうしても見せたい種類でもあるから、めちゃくちゃ綺麗なヘラクレスみたいな形で、ちょっとちっちゃいんだけど白い真っ白ですごいかっこいいから、かっこいいし、もうなんか神々しいというかね。あ、そうなんですよ。あ、じゃあもともと飼っててまた始めたんですね。そう、また始めた。あ、そうなんだ。そう、それで、でも結構過去の動画だから、あ、ほんと始めて1ヶ月経たないぐらいに紹介してたりするから、あ、じゃあまたもしかしたら見れてないのかもしれない。また紹介してもいいかもしれないですね。そう、だから成虫になった時に多分見せると思います、うん、もうすぐかなとは思うんで、はい、まあ、それまでぜひ待っててください、はい、で、よかったらね、その一回過去動画とかも結構大変ですけど遡って見てくれたらすごい嬉しいですね、はい、なんか暇ある時にでも。で、グラントシロも、まあ僕ブリードも僕も頑張りますんで、ぜひブリードも一緒に頑張りましょう。はい、じゃあ次の質問ですね。はい、鼻出しマスク、うん、間抜けに見えるし意味ありますか？あ、なるほどね。確かに、そう、よくやりますよね。そう、鼻出すんだけど、っていうのもやっぱね、そう、めちゃくちゃ曇るんですよメガネが。メガネが、あ、わかります、僕もメガネかけますから。そうそうそう、それがね、やっぱどうしても動画を撮ってるのに滞ったりするから、うん、多分無意識にやっぱ鼻ちょっとこう当たる当たんないぐらいにやっちゃったりしてる時ある、うん、だからまあ極力ね、鼻ちゃんとこう隠したいんだけど。これちなみに、うん、マスクをつけるじゃないですか、うん、よく撮影中、はいはいはい、あれってなんでつけてるんですか？あ、そう、だからこれもうこれはだいぶ前に定期的に言ってたんだけど、はいはい、俺自体が小林じゃないダニホコリアレルギーで、あー、はいはい、そう、だからまあ結構やっぱ土ぼこりとか言ったら、うん、とか、まあ、小林とか、まあ、ダニとかも絶対いるから、あの部屋って、はいはい、だから言ったらまあ人間の環境にあんまり適してない感じじゃん、うん、まあ、気温とかは別だけど、でだからそのダニとかホコリ吸っちゃうと俺その全身痒くなるんだよ。ああ、そう、それは大変ですね。そう、だから基本作業するときはもうマスクしてて、うん、そう、だからもうずっとマスクしてない頃は本当になんかなんか体調悪いなみたいな風になってた時があってよくないですね。そうで、まあアレルギー検査したときにそういう反応があって、それでそっからはもうマスクすることにしたっていう、うん、あとまあ空気清浄機とかもちゃんといいやつを買ったりしたんだけど、じゃああれか、その鼻出してるときは眼鏡曇ってるときで、そうそうそうって感じですね、が基本的に。そう、 そう、あとはまあ作業しすぎて暑いとかね。確かにちょっと蒸れますもんね、うん、マスク。そう、だからまあちょっとね間抜けに見えるかもしれないですけども、まあでも僕も見てくれてるっていうのはすごい嬉しいことなんでこう生態メインかと思いきやね確かに、うん、なんかこのチャンネルとして、まあ、僕が出しゃばってるのも意味あったなっていうふうに思える質問だったんで、はい、一緒にブリード頑張りましょう。ラストの質問、はい、モモがどうなりましたか？ああ、モモですね。モモのことですね。モモはもううちで、まあ僕はもう昆虫ハウスと別で普通に僕とクワカブと、まあ、趣味部屋みたいなのがある家に住んでるんですけど、はいはい、そこにで、飼育してます。だから編集部屋、編集兼遊戯王カード部屋みたいなのがあって、うん、そこを、27度設定にして、管理してます。確かにちょっと厚め。あれですね、モモ映ってないですね。まあクワカブが出てこないか、まあね、まあ、クワカブの部屋のテイストにもとも違うし、うん、やっぱまあ普通にそのなんだペットとして一緒に住んでるっていう感じ今のところ。だから覗き穴にもまあめったに出ないかもな。そうですね、うん、だから本当はね、まあちょっと出してうちの子可愛いでしょとか言いたい部分もあるんだけども、うん、やっぱね出したら出したでね、そう、もうだいぶ先の話になるけど、はい、まあ、今後例えば一生 YouTube をすると仮定して、はい、ってなった時にモモがいなくなった時っていうのを考えた時、そうですね、そう、だからみんながモモのことをこう愛してくれてっていうのはすごい嬉しいんだけど、そっからモモがなくなった時に報告しないといけないのも辛いから、そう、まあ、でも動画の前に出るってことは、うん、ちょっとはね、そう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 、気使いますしね、やっぱ喋りとか、そういうのも考えたくないぐらい悲しいですからね、うん、そう、だからやっぱ俺もともと動物めっちゃ飼ってたから、はい、モルモット、リス、ハムスター、ニワトリ、インコ、ウサギ、あとまあでも本当あとはまあザリガニとか生き物も、はいはい、カメとかね、熱帯魚とかもいっぱい飼ってたけど、やっぱもう小さい頃からこう大人になるまでにみんなこう俺より先に行っちゃったから、猫とか、まあそうですよね、寿命がね、そうそうそう、ミヤ、あ、まあ猫のねミヤっていうのがいるんだけど、俺と同い年だった、はいはい、俺が生まれた時に、姉ちゃんがこう
里親探してる方から譲り受けた宮っていうのが、だから俺と同期、同期っていうかな、同期で、俺が成人してすぐもう欲しいなっちゃったんだけど、成人してまあ兄弟みたいな、そう、21歳になるぐらいの時、うん、そう、だからそこ、それが最後のだから、なんかペットかな、だから想像、三森さんがね、ペット好きでも飼わなかった理由がお別れが辛いからっていうのがね、そう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 、だからちょっとペットじゃないというか、だからあー言ってますね、そう、ペットから、ペットで入ってくるけど、うちにね、そう、家族に昇格しちゃうんだよ、うん、しちゃうんですよ、そう、ごめんなさい、なんかタメ口になっちゃって熱くなってきた、ペットから、まあ、家族に昇格しちゃって、で、なおかつやっぱ自分よりも先にこう命絶つ確率の方が高いっていうのも、うん、がもうやっぱ辛かったっていうのがあって、まあね、今回はね、あの八丸さんがプレゼントしてくれたから、そう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 、だから俺八丸さんとかにも言ってて、うん、そう、本当はそう欲しいんだけど、猫とか、うん、こうリスとかそれ欲しいけども、まあでも自分じゃ買えない、もうその別れるのが辛いっていうの分かってるから、だからもしかしたら本当は心のどっかで家帰ってきたら急にこう猫がいたら実は嬉しいのかもしれないみたいな、そう、戸惑うかもしんないけど、こうそういうきっかけないと買えないかもしんないって言ってるところでのモモだったから、まあね、そう、嬉しかったですね、めちゃくちゃ嬉しかったね、そう、びっくりしたわ、でも、もう今から最後のこと考えちゃうとね、そう、ちょっと動画には残せないかなっていう、うん、そう、やっぱ俺リアルな話ちょっと考えちゃうから、ずっと考えてますもんね、うん、そう、お世話しながら悲しくなってますもんね、そう、まあやっぱ普通に楽しい時間の方が多いんだけど、うん、まあ、そこあるからね、そうそうそう、今までのそう、リスとかそこら辺いっぱいいたペットたちの別れとか思い出しちゃうから、ね、そう、なんかクワカブとかが、まあ、今のところ僕が飼育してるクワカブ、他は分かんないけど、うん、クワカブはやっぱそのちょっとそのなんだろう、動物と違って、うん、こう家族に昇格することはないから、まあそうですね、ないと俺は思ってるから、うん、まあ、人それぞれ俺の中でね、うん、からやっぱたくさん飼育できるし、やっぱ多分世話するの好きだから俺、そうですね、そもそもだからそこをクワカブで満たしてるのかなっていうふうに思うんで、だからまあももはとりあえず元気です、そう、まあ、動画に出てくるかどうかは、まあ、分かんないけど、確率は低いけど、そう、もしかしたら出てくるかもしれない、うん、しれっと映ってたりはあるかもしれない、あ、何気に、まあそれをちょっと楽しみに待ってもらえれば、うん、そうですね、それはぜひ待っててください、はい、はい、一緒にブリード頑張りましょう、いやブリあるやろこれ誰も突っ込まないですか、いやもう八幡さんとかは、はい以上ですっていう、無理あるやろこれあでもいいね、坂田はやっぱこう話しやすいね、あ、本当ですか、相槌が絶妙だわ、八幡さんもう無視みたいな、八幡さんも完全に、八幡さんだってこうやって撮影してるありえないよ、これ画面見ないと撮影できないんやから、だからたまにガクってなるから、奇跡やな、そう、すごい三脚と一緒じゃないですか、そう、だから地盤の緩い三脚不良品だ、でもまあ逆に才能っちゃ才能だけど、才能すね、見ないでこうある程度固められる、すごいですね、そう、だからまあ今日も質問、はい、たくさんいただいてありがたかったですね、はい、だからもう今日もまあ多種多様な感じで、はい、まあ、引き続き本当クワカブ関係ない質問ももちろんお待ちしてますし、はい、クワカブの質問も、まあ、僕答えられない部分とかあるかもしれないですけど、まあ、やっぱ それで改めて僕もあこういうこと考える人もいるんだとか、そういうの逆に参考になったりする部分もあるんで、はいはい、ぜひ、なんか気になることあれば質問お待ちしてます、はいはい、そんな感じで今回の動画も長々とご視聴いただきありがとうございました。